以前は油山牧場と油山市民の森として親しまれていた場所それを一つに統合して新たにリニューアルオープンしたのです何やら行列ができているスポットを発見した土井くんそこにはうわあっああ本物の牛 うわ、いますよ、ほら、やっぱ大人気子供に大人気のチチ絞りドイくんも初体験ですうわちょっと、すいません、失礼しますうわあったか柔らかいきますえ出 <laughs> <で>た <laughs> うわ、気持ちいい、なんかうわ、うん、あ,ありがとう ありがとう、めっちゃ出た続いてやってきたのはうわー、ほら、めちゃくちゃいい油山からの景色ですドン素敵ですねうわー、一望これ最高ですよと、絶景を堪能中のドイくんのもとへま<つ>こんにちは、お初めまして JR 九州リージョナルデザインの健常と申しますどうもはじめましてグッジョブリポーターの土井と申しますよろしくお願いします今回リニューアルを手掛けたのは JR 九州のグループ企業 JR 九州リージョナルデザイン駅周辺の開発も手掛ける JR 九州が郊外の油山でアウトドア事業に乗り出したのです いやちょっと景色最高ですね、はい、ありがとうございますすごい今日はあの雨上がりってこともあって空が結構スカッと進んでますんであの時の彼女と見た時よりも綺麗です、はい、そうですか良、はい、かったですね <laughs> <laughs> でもまあ確かにカップルや家族連れに50年以上親しまれていた場所のはず一体なぜ再開発を もともと自然はあったんですねただ自然しかなかったっていうのが多分正しい表現でして自然があるだけではやっぱお客様になかなか来ていただけないのでそうピークだった1979年に比べると利用者数は実に58%も減少さらに老朽化の問題も施設の持ち主福岡市は頭を抱えていました そこで新たな指定管理者に名乗りを上げたのが JR 九州ですもともと我々の会社って九州を元気にするという、まあ、あのミッションがありますので、まあ、その中ではまず福岡を元気にしなければと。福岡を元気にしなければと今日の「グッジョブは!」は昔からあったものに新たな価値を生みヒットさせる再生ビジネスに迫りますお,おリップ じゃない太いし色も綺麗ただ自然に触れ合えるっていうだけじゃなくてあまりできないような体験をここでは提供できたらなと思ってますお客の胃袋をつかむ新たな仕掛けで名物グルメが誕生うわっバカ売れれするこれ絶対 <laughs> さらに生まれ変わったホテルイルパラッツォは創業当時の魅力をリデザイン 歴史的な価値というものもありますのであの新たに作った方が安かったんですけれども本物感をきちんと残さなければいけないと思ってます変わったのは見かけだけじゃない運営システムもリデザインしていたきちんとしてるホテル様でも私の手法を入れると20%ほどは収益が上がりますすでにあるものの可能性を掘り起こせ 福岡で加速するリデザインプロジェクト。園内を散策中のトイくん。お、ここはそこで発見したものとは。ここはシェア畑という貸し出しの畑になっております。え、今まで畑とかありましたか？言われなかったですね。 ここの場所をえっ、ー、とアグリメディアさんというこういう農園の運用されている会社さんにえっ、ー、と貸し出しをさせてもらって、えー、と今活用いただいているという,ような感じですね。ここは野菜の収穫や畑を借りて育てることもできる農業体験施設。油山の自然を生かし、お客を呼び込む作戦です。タッグを組んだのは農業ビジネスを得意とする企業。 JR 九州さんからお声かけ頂い,いて新しい農場をもうちも探してましたので、はい、収穫した野菜の魅力をお客様に伝えたいという思いで収穫してそれをピザにしていただくというということで白ネギ抜いちゃいますおっきいの収穫しましょうはいあでもこれとかでいっぱいじゃないですかでもこれほらもうあそうですね太くてしっかりしてるのはうわこれ絶対いいわこれジェシアにうわ おお、おうわっう,うわじゃほらちょっと立派なネギがうわあでも綺麗ですねこういう状態をほとんど知らない方が多いのでうん、うん、こうやってネギって植わってるんですねとかこうやって抜いて収穫するんですねっていう感動とか喜びが多いですねいやめっちゃいい香りするんですよ、はい、こう収穫したてというか、はい、美いしいネギのね香りしますね つつついてるもう可愛いとかあるでしょ <laughs> ついつい童心に帰る農業体験運が良ければ大物を掘り当てることもできますよさらにピザにトッピングしてその場で食べることもできるんです土井くんが取った白ネギとさつまいもを使ったオリジナルピザ 自然の中でかじりつけばわ、わ、いい香りうわ、うまいうわ、野菜の食感 感が全然違いますね。めっちゃ元気な感じ。あの全然違いますね。すねやっぱこれを体験してほしいってところあるんですか。そうですね。はい。あのただ自然に触れ合えるっていうだけじゃなくて、実際にその食べてみたりとか、実際に土に触って収穫してもらうみたいな新しいこうあのあんまりできないような体験をここでは提供できたらなと思ってます。企業との協力タッグは農業だけではなかった。実は。 キッチンカーもあるんですかそうですすかそうねはい今土日とかお休みの日にはキッチンカーの方に入ってもらって油はあの食事をする場所がそんなに場所としては多くなかったりするので、はい、こういうあのキッチンカーの方に来ていただいてあの、まあ、お昼ご飯だったりちょっと夕飯を食べてもらえるような場所をご提供できればと思ってそう食べるところが少なければ呼んできて解決お客の胃袋をつかむ新たな仕掛けです うわ、チキンカレー。わ、カレーもうまそうだな。すみません。<当>こんにちは。こんにちは。てますよね。<laughs> <laughs> 陽気な店長さん。声をかけてくれたのはトモズスパイス。十種類のスパイスを使った本格カレーが大人気。ここで嬉しいサプライズが。おえ？カレーパン。カレーいつから販売な。の <laughs> 今日からです今日から <laughs> え、これじゃ一個目どうですか一個目ですうわすごくないですか集まったキッチンカーもそれぞれ創意工夫でお客へアピールうわちょっとめっちゃ入ってるやん乾杯カレーパレーいただきますわチーズも入ってるやんいただきますいただきますうわバカ売れするこれ絶対生地もカレーも美味しいですねどっちもうまい、うん えどうですかここで出すっていうのはあの売れてなんもなんでお客さんが来てもらえないと買ってもらえないんで、まあ、集客率があるような施設になるんじゃないかなっていうふうには感じますさらに以前は体験施設だった建物も生まれ変わっていたタッグを組んだのは人気のスターバックスコーヒーいつ来ても楽しめる施設づくりに取り組んでいます 分かりやすくこの人気のお店さんに入ってもらうことで、まあ、それ目的に来てもらう方もそうですしあの本当にその遊びに来た人も新しい楽しみ方がここでえ提供できると思いますのでさらにさらに人気のキャンプ場も使いやすくリデザインキャンプを体験したいんですけどあのね僕何も持ってきてないんですけどお任せくださいこちらにおの顔よかったですね <laughs> キャンパーたちが殺到する新たな取り組みとは今年4月にリニューアルオープンした油山福岡もちろんキャンプ場も変貌を遂げていたうわなんか開けましたよねそうですねここが昔牧草地だったんですけれどもはい、はい、今あのキャンプフィールドになってますねあ<ー>以前はこんなリアオシャの声があったのです 狭くて使いづらい駐車場から遠くて大変そこで人気のアウトドアブランドスノーピークと協力タッグを結成専門企業の意見を取り入れることで使いやすいキャンプ場を目指したのですそれが キャンプを体験したいんですけど、はい、あの、ね、僕何も持ってきてないんですけどお,お任せくださいこちらにご準備しておりますのでお任せくださいの顔良かったですね <laughs> 全部もお任せ本当に何もないですよ、はい、いいんですかその手ぶらで、はいはい、キャンプを始めたいという方あのぜひこの手ぶらキャンプを使っていただければなと思いますのでそう必要なキャンプ道具はレンタルできるライトユーザーを積極的に取り込みキャンプ場利用者を増やす 新たな作戦ですさらにこちらはここがあのキャンプフィールドの区画電源サイトになっております一つ一つの区画を広く取り電源設備や駐車場も用意シャワー施設も作り利便性を大幅アップしました実際にキャンプをしているこちらのご家族は ここ最近来たんですけど、うん、なんかシャワーとか、あのトイレがめちゃめちゃ綺麗なんで、そんなお父さんご自慢があるんだとか。これはハンモックです。あの作りました。手作りだ。手手作りです。え？せっかくなのでハンモック体験です。うわ怖っ。ほら、<laughs> ちょっと破れるじゃん。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫大丈夫。丈夫丈夫ちょっとこれ不安げなといっくん。 寝心地はどう?。うわ。これめっちゃいいわ。自然の中で。ゆったり。続いて向かったのは。ここは、どういった施設ですか?。はい、えっ、ー、と、キュウネーチャーと、えっ、ー、と、名付けておりまして、うん、あのシェアオフィスになっております。ここで、えっ、ー、と、森の中で働くような場所が出来上がっております。大自然に囲まれた、こちらの建物。 以前は管理棟でしたが働く場所にリニューアル中を覗くとうーわめちゃめちゃおしゃれ失礼しますうわ何かこうカウンターでカフェっぽい場所もあったと思いきやテーブルもねすごくずらーっとあって結構な人数がここで働けそうですねそして窓の外に広がる大自然 これは仕事に集中できそう。自然をあの働くという形で体験してもらうっていうのもあるんですけれども、うん、あの油山のこう平日の利用を促進するための、えー、と施策としてここの方は、えー、と運営をしております。オフィスは建物の中だけじゃない。デスクや w i f i をレンタルすれば森の中でも仕事ができちゃうんですお客を呼び込むリデザインで。 来場者数も以前より20%上昇していますだいぶ変わりましたよねそうですねもう前の姿があまり思い出せないぐらい変わったんじゃないですかね、うん、福岡の一番の魅力って都市と自然が近いことだというふうに思ってましてえーまあ 海だったら糸島とかですね、まだいぶ流行ってますけど山ってなかなかまだまだ福岡としては PR できてないなというふうに思いましたのでこの山の魅力を PR することによって福岡のブランド価値を上げていきたいみたいなところがあります福岡市中央区春吉にやってきましたなんと10月1日にそうこちらですホテルイルパラッツォがリニューアルオープンいたしました綺麗ですよね。 イタリア語で館を意味するホテルイルパラッツォは1989年日本初のデザインホテルとして誕生イランから運ばれた天然の大理石が重厚な輝きで高級感を演出していますそんな老舗ホテルのリニューアルを担ったのが。 どうも北崎社長こんにちはリニューーアルオープンありがとうございますこの方が今回の仕掛け人北崎隆信社長です全国で14ホテルを再生運営するワンファイブホテルズが経営難に陥っていたイルパラッツォの運営を引き継ぎリデザインに着手したのです早速いきましょうか島さん下に 入りり口が変わりましてエンントランス下ですかはいそう2階にあった入り口は入りやすい1階へ変更そこで中島さんを新たな仕掛けがお出迎えうわーかっこいいすすごいいいですね新しいエントランスのイメージは結界深い青が 街の喧騒を忘れさせますまずは地下1階へ地下1階ですよねもともとホールだったところですよねそうですクロッシングホールと開業当時は言っていましたけれども、えー、今はエルドラド以前はディスコやイベントホールとして使われていたスペースそれが今回130席の 大型ラウンジとして生まれ変わったのですデザインホテルイルパラッツォはもうすでに福岡市民の方々であればもうほとんどの方があの認識している歴史的な建物だと思これをもう一度バック・トゥ・オリジンと呼んでますけれども、うん、原点回帰して、うん、そしてただこのあの昔のままに戻すんではなくてそれをリデザイン。創業当時の色 赤緑青は残しながら調度品は椅子やランプシェードまでリデザイン,ザイン当時のバーのシンボルをラウンジへ移築新たな命を吹き込みました。 あの歴史的な価値というものもありますのであの新たに作った方が安かったんですけれども一生懸命 <laughs> 持ってなので近くで見ると結構そのやはり三十何年の歴史があって本物感をきちんと残さなければいけないと思ってます使い方は変われど交流の場であることは同じラウンジでは朝から昼まではブッフェ夜はコース料理を提供しています うわあ、このドーナツも可愛い。ここスイーツのゾーンですか。そうですね。はい。紅茶めっちゃ美味しそうですね。すね宿泊ですか。いえ、お昼にお食事に来たところです。やっぱ食事に、いや今日初めてなんですよ。えー、そう、ラウンジは誰でも利用可能。その狙いは？ ちょっとした集まりでご利用いただけるような価格帯に抑えてのお食事をご準備していますということはどなたでも大丈夫あ大丈夫でございます、はい、初めてランチを利用したというこちらのお二人は1900円でホテルでランチってないよね <laughs>、はい、ないです、はい、美味しかったですうん、なんかすごいびっくりしましたも瓶<れ>に入っているのが可愛いって言ってな、いつも普通こういうの瓶に入ってないでしょう。 さりげないこだわりもお客の心をつかむ仕掛けさらに夜9時以降はバーも営業し朝から晩まで稼働する交流の場にもちろん客室も大幅にリデザイン以前はダークな雰囲気だった部屋も白を基調にした明るい印象に ホテル再生のプロの仕掛けはまだまだ他にもなんと運営システムもリデザインしていたきちんとしてるホテル様でも私の手法を入れると20%ほどは収益が上がります総合語する驚きのシステムとは今年10月にリニューアルオープンしたホテルイルパラッツソ なんと宿泊費もリデザイン。その方法とは？価格設定はですね、すべて AI にわかしていまして。ええー。そう。AI がこれまでの予約の入り方を分析学習し、その時の最適な価格に自動設定。常に競争力のある宿泊費で勝負できるのです。 価格の設定私20年やっててまして私の経験上きちんとしてるホテル様でも私の手法を入れると20%ほどは収益が上がりますはあ,あ,あすごいさらにホテル業界が抱える人手不足をリデザインで解決しようとしていたカスタマーインタラクティブセンター CIC と呼んでます。 C.I.C. はい。え、そそれなんな,なんですかね。はい。ご覧いただいた方がわか,、ね、かります。わかります。っはい。でどうぞ。C.I.C. とは？って、すんごいモニターが並んでる。一体ここは何をするところなんですか？まずはコールセンター、あの電話外線からかかってくるもしくは内線からかかってくるという電話を受けるというのが一つのお仕事になります。 ワンファイブホテルズが運営する全国14のホテルの電話対応などフロント業務をここで一括管理しているんですこれ実は自宅でもでででででききるるんですえ、自自宅宅でももではい、自宅でも同じようにリモートでチェックイン業務ができるようにそういったことが可能になっていまして。リモーートワークができれば 妊娠や子育てでどうしても辞めざるを得なかった社員の新たな選択肢になるのです出産後仕事に復帰したというこちらの社員はもし子どもの体調不良とかがあった時でもあのリモートワークに切り替えることができるのですごく働きやすいですイルパラブランドは守りつつ現代版にリデザイン 歴史あるホテルに新たな価値を生み出しますうん、いかがでしたか改めてそこに価値をきちんと見出してでまた今の付加価値をつけてその魅力を発信していく実は今使われてないとか だん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 人が少なくなっているっていうところももしかしたらそこにきちんとした価値を見いだすことができれば投資してそしてまたそこに人を呼び込めるっていうことにつながるかもしれません。それでは皆さんまた来週この時間お会いしましょう。グッジョブ